はい、覆面講師の友博です。よろしくお願いいたします。はい、今回も、植物の続きですね。はい、前回お話ししたように単子葉類と総子葉類で違いがありますよというところで、ここの違いというのが、定期テストだったり入試だったりとかに出やすいので、そちらについて説明をしていきたいと思います。はい、単子葉類と総子葉類、まあここちょっと省きましたけれども、前後お話ししたように子葉という一番最初に出てくる葉っぱが1枚かどうか、1枚か2枚かっていうことの違いがあるので、本当は、教科書上だと多分、子葉という項目もあって1枚ですよ2枚ですよというような形で、はい、書かれていると思いますけれども、そちらはちょっと省かせていただきました。はい、で、単子葉類と総子葉類でそれぞれ根っこと葉っぱと維管束がそれぞれどういうような状態になっているかという違いがあるので、はい、そちらについて、説明をしていきたいと思います。はい、まず単子葉類の根っこはじゃあどういうふうになっているかというと、ひげ根と呼ばれるものになっています。はい、はい、なので、簡単に言うとすごく、なんでしょう、バラバラになっているというか、はい、細い根っこが、バラバラについているような状態に対して、総子葉類は主根と言われるものがあって、さらにそこに合わせるように側根というのがあります。はい、なので主根と側根というふうに、分けることが、できますというところですね。はい、なので、根っこだけでも違いがありますし、では葉っぱじゃどうかというと、笹の葉っぱとかを思い浮かべてもらえると分かりやすいんですが、平行脈と言われる形になっています。はい、なので、ピッて裂いたら、咲きやすいような葉っぱが、単子葉類の葉っぱですね。はい、それに対して、総子葉類っていうのは、皆さんが、よくあの絵でこういうふうに描いたりとかしてこういう形になってるようなものが、総子葉類ですけど、これをじゃあ何かというと網状脈というふうに言います。はい、網状脈という言葉が出てこなくて、網目状になっているとかっていうふうに書いたりする人とかいますけれども、一応網状脈というふうな言葉があるので、それにあと教科書上でも多分そういうふうに書かれているはずですので、はい、こういう形の、はい、葉っぱというのはみんな総子葉類ですよというふうに考えてください。はい、じゃあ維管束はじゃあどうなっているかというと、の中で、バラバラに存在してますよ。はい、いろんなところに、はい、こういうふうに茎を断面で切った時にいろんなところにこうあるような、はい、感じのものが、はい、維管束が、単子葉類の維管束というのはこういうふうに点在しているような感じですね。はい、それに対して、総子葉類の維管束はどうなっているかというと、放射状に配置されてますよっていう形ですね。はい、なのでどういうふうになっているかというと、こういった形で、何でしょう。こんな感じで、レンコンの穴のような形にきちんと、配置されているようなものが、総子葉類の維管束です。はい、で維管束の、この中で、維管束っていうのはじゃあ何かというと、導管と弛管というものに分かれます。はいはい、この導管と弛管というのが合わさったものが
はい、胃管束というふうに呼ばれているものです。はい、で道管というのが、根っこから、葉っぱの方に、水水分を吸い上げていくものですね。はい、で歯管というのは、葉っぱで作られた、この先また説明していきますけれども、光合成によって作られた養分であるでんぷんを、葉っぱから持っていくものですね。はい、なので道管は根から吸い上げていくし、歯管の方は葉っぱでできたものを運んでいくっていう形なので、役割が逆というか、はい、まあ、運んでいるものも逆です、違いますし、逆の方向で、運んでいくという形のものになっているということを覚えておいてください。はい、でじゃあ、このこういう形で配置された場合、どういう、これが胃管束なんですけど、胃管束のこの内側の中にあるものの方が、こちらが道管です。はい。それに対してこっちの外側の方が歯管ですね。という形で覚えておいてもらえるとかなというふうに思います。はい、これよく出てはきてますので、はい、どういう形でじゃあ出るかというと、例えば、赤い水を入れたビーカーとか、三角フラスコの中に、何かの花を、一輪、はい、入れた時、はい、で、胃管束切ってみて、胃管束調べたら赤く染まった方はどっちですかと言われたら、この先ほど言ったように根っこの方から吸い上げていくのは道管が役目なので、この内側だけが赤くなっているっていうような形で問題が出てくると思います。はい、でなので内側がまず道管だよっていうことを覚えておいてくれれば、じゃあそっちじゃない方が歯管なんだなっていうふうに、考えてもらえればというふうに思います。はい、あとは葉っぱでも、例えばここで、ブズッと切って、この断面を見た時っていうのが、例えばこういう形であったとしたら、ここに胃管束が通ってます。はい、この真ん中のここの部分ですね、この部分の一番太いところというのが胃管束が、きちんと、分かりやすく通ってますけど、この胃管束もやはり同じようになっていて、上側が道管で、下側が歯管です。はい、なのでここも、間違えずに覚えておいてください。の方塗りつぶしておきましょうか。はい、なのでよくというか、覚え方としては、内側で上側で通っているのが道管で、道管の役目というのは水を運ぶものっていうふうに考えて、うちの上の水道管とかっていうふうな覚え方を、はい、したりすることもあるので、そういう覚え方しなくてもきちんと分かっていてくだされば大丈夫だとは思うんですけれども、覚えにくい、道管と歯管どっちがどっちだっけって分かりにくかったら、内側で上側なので、でしかも水を、水分を、汲み上げていく役割をするものが道管という意味で、うちの上の水道管というふうに覚えてもらえたらなというふうに思います。はい、ということで、今回は、単子葉類と総子葉類の違いについて、はい、ここに着目して、説明をさせていただきましたけれども、入試とか、はい、総合問題とかっていうと、こういうのを単体で聞いてくるっていうことはまずないので、必ず、その知識をじゃあどこでどうやって総合的に使ったらいいんだろうとかっていうことなので、
はい、なのでまずこの、基本的なことっていうのはしっかり前回の分類とかもそうですし、今回のこの単子葉類双子葉類の違いとかも、はい、これも分類の一つですよね。はい、なのでそういうところをしっかり基礎を、しっかり頭に入れておいてくださるといいと思います。はい、でなので、前回出てきた例えば、松とかイチョウって結構大きな木になっているので、木があって、じゃあ主根あるし側根もあるから、じゃあ松と木っていうのは双子葉類かなとかっていうふうに考えたら、それは違う話で、まず松とイチョウというのは被子植物でなく裸子植物なので、被子植物の中の、分類だということ、はい、単子葉類双子葉類というのは被子植物の中の分類なので、裸子植物には当てはまらないというようなこととかも、しっかり覚えておいてくださると嬉しいです。はい、ということで今回は、単子葉類双子葉類の分類について、はい、違いについてを説明をさせていただきました。はい、今回も長い時間ご視聴くださいましてありがとうございました。はい、もしよければ、高評価、チャンネル登録、はい、ツイッターのフォロー、あと他の方に、口コミで広めてくださったりとかすると嬉しいです。ありがとうございました。